品薄状態が続くマスクをネットで購入したにもかかわらず届かないトラブルが相次いでいるとして国民生活センターなどが注意を呼びかけています。岡山県に住む京極さんは先月大手通販サイトを通じて100枚入りのマスクを1500円で購入しました。代金を決済したところ、思わぬトラブルに巻き込まれたといいます。購入後に、どうやらちょっとマスク詐欺なんじゃないかって思えるちょっとことがありまして、届くのが3月25から27日って書いてたんですよ。だから、とりあえず一旦信じようと思って、27日までは我慢しました。そうしたら、27日過ぎてもやっぱり届かなくって。到着予定日を過ぎてもマスクが届かず、不安を募らせていた京極さん。数日後、大手通販サイトの購入履歴を見ると、異変に気づきました。ちょっと画像が1枚だけの写真になって、ここに文章が入ってるんですけど、はい、見えますか？50条って書いてるんですよ。購入履歴を見ると商品の画像が入れ替わっていました。マスクの機能を説明する日本語にも違和感が目立ちました。さらに出品者の情報も変わっていました。出品者様にメッセージを送ったんです。すいません、到着日過ぎてるんですけどマスクはまだ届かないですかって送ると返信があったんです。そうしたらその返信が、今のコロナの状況で配送が遅れてますっていう状態 でいつ届くかとかもはっきりし書いてない状態で終わってしまったんで、ちょっと 2,3 日置いてからもう一回出品者さんにメッセージを送ると全く同じ文章で返信が返ってきて、でそれも、結局やっぱいつ届くかとかも書いてなかったんで困ったなと思って、そのしびれを切らした京極さんは大手通販サイトの保証サービスを利用し支払った金額を返金してもらうことにしました。このコロナの件が起こってしまって、もうだいぶマスクが徐々になくなってしまって、で、あともう20枚ぐらいしかない状態になった、やばいなって思って、でも落ち着く様子がちょっとなかったんで、マスクの、この品不足の件が。なので、そうですね、ちょっと新しいマスク欲しいなってちょうど思ってた頃だったんですよ。実はちょっと洗ったりとかしてたんで、そうですね。結構洗って干したりとかしてて、みんながまあこのコロナの関係で、感染したくないからマスクがすごく欲しいっていう状態なのに、そこにつけ込んで詐欺のようなことをしたり、すごい残念です。テレビ東京は京極さんが注文したマスクを出品していた業者に電話をかけてみました。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. 您好，您拨打的号码。中国語と英語でこの番号は使われていませんとアナウンスされています。SNS では京極さんのようにマスクが届かなかった人たちによる投稿が相次いでいます。国民生活センターは本当に配送が滞っていることもあるとしながらも、悪質業者による詐欺の可能性があるとして注意を呼びかけています。被害に遭わないために注目すべき点が3つあるといいます。1つ目が後払いや代引きを選べるかどうかです。商品到着後に代金を支払うようにすれば、代金を支払ったのに商品が届かないというトラブルを防ぐことができます。2つ目が事業者の連絡先や所在地が記載されているかどうかです。ネットショッピングに出品する事業者は連絡先などを明らかにすることが法律で定められています。連絡先などがはっきりしていれば自分で確かめることができます。
3つ目は日本語におかしな点がないかということです。事業者の情報や商品の説明欄におかしな日本語が使われている場合は外国からの詐欺の可能性があり注意が必要です。マスクや消毒液をめぐっては一方的に送りつけて高額な代金を請求するというもので送りつけ詐欺の被害も多く寄せられています。国民生活センターにはすでに240件以上の被害が報告されているということです。さらにここに来て増えているのが政府が発表したばかりの特別定額給付金に関する詐欺です。市役所を名乗る番号から新型ウイルス緊急救済措置としてお年寄りのいる世帯に現金入金しますとショートメールが届き、記載された URL にアクセスすると金融機関の口座番号を入力するように指示される被害が報告されています。少しでもおかしいと思った場合は消費生活センターや警察に相談するようにしましょう。